あんた、絶対どこかに飛ばしてやるからね。その言葉を耳にしたとき、俺はさすがに本気だとは思わなかった。数日後、実際に地方支社への移動辞令が降りたときには、まさか、と絶句するしかなかった。上司からは、会社都合での配置転換だ。そう告げられたものの、このタイミングでの移動は、明らかに彼女の影響を感じずにはいられない。社長令嬢にとって、俺はただの邪魔な存在だったのか。そう諦めながら荷物をまとめ、地方へと向かった。地方支社に移って数ヶ月が経過した頃、思いもよらぬことに社長令嬢が俺の前に現れた。そして彼女は、潤んだ瞳で、お願い、助けて、と懇願してきたのだ。俺の名前は橋本圭一、33歳。出世も、結婚もできず、日々の業務に追われる冴えない独身の会社員だ。今は社長令嬢で新入社員の松崎エリカの教育係を任されている。正直なところ、この役目は完全な押し付けだと感じていた。エリカさんは父親の命令で強制的に入社させられたようで、露骨に反抗的な態度を見せていた。入社直後、社長から任命された教育係は、次々とサジを投げ、誰もが途中で投げ出していった。俺なら飼いならしてやるよ。じゃあ次は俺の番だな。社長からの評価を狙って立候補した社員たちも、最終的には諦めざるを得なかった。それほどまでにエリカさんは手に負えない状態だったのだ。丁寧に接すれば舐められ、厳しく指導すれば不機嫌になる。上から目線で物を言おうものなら、お父様に言えば、あんたなんかいつでも地方に飛ばせるのよ。そう言って脅されるのが関の山だ。教育係の役目は回り回って俺のところにやってきて、それを断る選択肢などなかった。彼女は決して無能というわけではなく、むしろ仕事の飲み込みが早く優秀な部類に入る。それだけに扱いが難しいのだ。俺みたいに平凡で何の取り柄もない男なんて、舐められて当然と感じていた。予想外だったのは、最初明らかに俺を馬鹿にしていたエリカさんだが、次第に態度を軟化させていったこと。特別なことをした覚えはない。他の担当者と違っていたのは、ただ根気強く向き合い続け、決して諦めなかっただけのことだ。エリカさんは次第に傲慢な態度を見せなくなり、少しずつ真摯な姿勢で仕事に取り組むようになっていった。会議でも的確な意見を出すようになり、周囲の社員たちも彼女を信頼し始めるように。もともと優秀で容姿端麗な彼女が、多くの社員から受け入れられていく様子を見るのは、俺にとって何よりの喜びだった。橋本さん、今日の仕事帰りにお食事でもいかがですか？エリカさんから食事に誘われる機会が増え、徐々に心を開いてくれているのか、本音を語ってくれるようになっていた。これまで父の期待や権力に流されるばかりで、自分の意思なんて持てずにいたんです。そんな窮屈な生活の中で、母だけが味方でしたが、中学生の時に病気で他界してしまって。それからは、父親との二人暮らしとなり、完全に逆らえない環境に追い込まれていった。
母の死後、父の異性関係に悩まされ続けましたが、誰にも相談できなくて。今思えば、その頃から自分の感情をコントロールできなくなっていったように思います。社長の一人娘という立場から、会社継承への重圧に押しつぶされそうになっていたという。時折、涙ぐみながら、本音を明かすエリカさんは、職場で見せる強気な態度とは別人のようだった。俺は彼女の話に黙って耳を傾けた。これまでの経験から、こういう話は余計な意見を差し挟まず、ただ話に耳を傾けるべきだと心得ていたから。その後も俺たちは着実に信頼関係を築き、教育係としての役割を果たせていると実感していた。しかし、ある日を境にエリカさんとの関係に亀裂が入ることに。食事の最中、彼女は俺に謝罪と感謝の気持ちをこう告げた。橋本さんが丁寧に優しく指導してくださっているのに、私はヒステリックな態度をとってしまい、本当に申し訳なく思っています。他の人たちがみんな逃げ出す中、橋本さんだけが根気強く付き合ってくださって、心から感謝しているんです。テーブル越しに、深々と頭を下げるエリカさんに、俺は照れ隠しに、いやいや、と笑いながら答えた。気性の激しい女性の扱いには慣れているから、気にしなくていいよ。すると、最近では穏やかだった彼女の態度が一変し、以前のように辛辣な言葉を投げかけてきたのだ。絶対あんたを地方に飛ばしてやるからね。その言葉通り、数日後に会社から地方支社への異動命令が下された。上司からは会社都合での配置転換と説明されたが、このタイミングと彼女の態度から間違いなくエリカさんの影響力が働いているはずだ。実際、あの食事以降、彼女から話しかけられることは一度もなかった。教育係なんて引き受けるべきではなかった。後悔の念を抱きながらも荷物をまとめ地方支社へと向かった。移動先は穏やかな職場で、数ヶ月も経つとこの平和な環境にすっかり馴染んでいた。時折エリカさんのその後を考えることもあった。移動させられたことへの恨みが全くないといえば嘘になるが、それでも気にかかる存在であることに変わりはない。橋本さん、受付にお客様がいらっしゃっているのですが。わかりました。すぐ行きます。同僚に声をかけられ、受付に向かうと、そこにいた人物に思わず息を呑んだ。まさか、エリカさんがこの地方支社に来るとは。数ヶ月ぶりの再会だったが、彼女は暗い表情でうつむき、どこか弱々しい印象を受けた。エリカさん、急にどうしたんですか？なぜこちらまで？俺が声をかけても彼女はうつむいたままだ。しばらくの沈黙の後、顔を上げたエリカさんは涙をこぼしながら、お願い、助けて、とつぶやいた。その様子から別の場所でゆっくり話を聞く必要性を感じた。幸い定時が近かったため、近くのカフェで待っていてもらうよう頼んだ。しばらくして、急いでカフェに駆けつけると、エリカさんはゆっくりと事情を語り始めた。橋本さんが移動してから、私、以前よりも周囲への当たりが強くなってしまって、そのせいでみんなに呆れられ、見捨てられそうなんです。俺は相槌を打ちながら彼女の言葉に
耳を傾けた。最初は父の会社になど入りたくなくて、いつでも辞められるなんて高をくくっていました。でも橋本さんが教育係になってくださってから穏やかに過ごせるようになり、仕事が楽しくなって、この職場が好きだって感じられるようになったんです。そこでエリカさんは深々と頭を下げた。だから今の仕事を続けてみんなの役に立ちたいんです。お願いします。本社に戻ってきてもらえませんか？まさか俺を移動させた張本人からそんな言葉を聞くとは思わず、戸惑いを隠せない。私を移動させておいて、今さら戻れなんて言われても。思わず本音が漏れ出て、自分でも驚いたが、それ以上に驚いていたのは彼女の方だった。私、橋本さんを左遷なんてしていません。確かに今まで勢いで左遷だの、解雇だのと口にしましたが、社長令嬢という立場を利用して人事に口を出すようなことは誓って一度もしていません。エリカさんは嘘をつくような人間ではない。彼女が俺を左遷させたわけではないと知って安堵する一方で、ではなぜ左遷に？という複雑な思いが残る。やはりそれだけ実力を認められていないということなのだろう。橋本さんと仲直りしたいと思っているうちに移動が決まってしまってショックだったんです。本当にあっという間の出来事で。当時を振り返るエリカさんの表情には深い後悔の色が浮かんでいる。父に頼み事なんて今までしたことないんですけど、橋本さんのことを本社に戻してもらえないかお願いしてみようかと思っています。どうしても私には橋本さんが必要なんです。求められていること自体は嬉しいが、本社の業務上そこまで必要とされているとは思えない。それはいくら社長でも難しいと思うよ。俺は本社に絶対必要って言われるような優秀な人材じゃないからな。俺の言葉にエリカさんは強く訴えかけてきた。わがままで手に負えない私を優しく根気強く受け止めてくださったのは橋本さんだけなんです。仕事面だけでなく異性としても橋本さんのことを。はっとした俺の様子に彼女は懇願するように続ける。都合のいい存在でも構いません。そばにいさせていただけませんか？今や涙さえ浮かべているエリカさんは、俺の気性の荒い女性の扱いには慣れているという言葉を、そういう彼女がいると誤解したようだ。あの日を境に周囲への態度が荒くなってしまったのは、そういうことだったのか。気性の荒い女性というのは母のことなんだよ。いろいろと苦労してきてね。すると、エリカさんは驚いたように目を見開き。私、自分のことばかり話して、橋本さんのことを知らなさすぎですね。と、つぶやいた。そんな彼女に、俺は自分の過去を打ち明けることに。昔は家族との関係は良好だったと思う。父の不倫で家庭が崩壊するまでは。母との生活を選んだ俺だったが、優しかった母は心を病んでしまう。ヒステリックに怒鳴ったり、物に当たることも増え、俺を困らせるようになった。母さんには俺しかいないんだ。俺が我慢するしか。そう思って我慢しているうちに、様々な体制が身についていった。ストレスで押しつぶされそうになって、周囲に当たってしまう自分を変えたいのに、どうすることもできない。そんな君は、母に似ているんだ。だからこそ投げ出したくなかったんだ。
しかし俺は病んでしまった母を見て育つ中で、恋愛関係に対して苦手意識を持つようになってしまった。だから、君の気持ちは嬉しいけど、答えることは難しいと思う。それに、君の気持ちは好意というより依存なんだと思うよ。俺がそう告げると、エリカさんは不安定な感情を必死に抑え込もうとしているように見えた。しかし、最終的には、わかりました。そう言って、精一杯の笑顔で受け入れてくれた。いつも私の感情を押し付けてばかりで、橋本さんのことを考えもしなかった自分を反省しています。自分の都合のいいように依存していたことも申し訳ありませんでした。一人でも強くなれるよう頑張ります。元教育係として、そんな彼女の言葉に胸が熱くなった。何か相談したいことがあれば、いつでも話を聞くから。そう告げた。エリカさんは数日間の休暇を取ってこちらに来ていたようで、温泉や美味しいもので心を癒してから本社へと戻っていった。その後も不安定な感情と戦いながら仕事を続けている。時折、切羽詰まった様子で電話をかけてくることもあった。しかし、職場での信頼を取り戻すにつれて多忙になり、徐々に電話の回数も減っていく。俺は心のどこかで寂しさを感じながらも、彼女の活躍ぶりを耳にするたびに、俺も頑張らなきゃ、そんな気持ちが湧いてきた。そして気づけば、エリカさんへの恋心を抱いていたことに気づく。自分の弱さを克服しようと奮闘する姿に心を打たれていたようだ。だが、優秀な社長令嬢である彼女と、実力不足で地方へ左遷された中年の俺とでは、あまりにもスペックの差がある。本来なら告白されるような立場でもないのに、断ってしまうなんて。今となって後悔しても、もう遅かった。最近は彼女からの電話もほとんどなくなり、心の不安定さとともに俺への好意も消えてしまったのだろう。俺の恋心もきっと自然消滅だな。それからしばらくして、突然のエリカさんからの電話に驚かされた。少しお話ししたいことがありまして、久しぶりにお会いできませんか？数日後、晴れやかな表情で現れた彼女は、将来会社を継ごうと思います。そう言って微笑んだ。今では安定した状態で仕事をこなせるようになり、周囲との関係も良好だという。以前とは別人のように丸みを帯び、弱さも見せなくなっていた。俺は嬉しさと同時に、どこか寂しさも感じていた。教育係としての俺の仕事は、もう終わりなのだな。そう感じていると、エリカさんが俺の顔を覗き込むようにして尋ねてきた。私、以前と比べて成長できましたか？もちろんです。俺がうなずくと、嬉しそうに、やったと笑う。じゃあ、これからは頼りない後輩社員ではなく、一人の女性として見ていただけますか？予想外の言葉に、俺は目を見開いて驚き、何も言葉を発することができない。橋本さんに寄りかかったり、依存したりしないよう、必死に自分と向き合い、強くなろうと努力してきました。最近、なんとか不安定さを克服できたと感じられるようになったんです。それで、やっぱり橋本さんのことが好きだって、改めて気づきました。そこで、エリカさんは、まっすぐな眼差しで俺を見つめ、
手を差し出した。遠距離恋愛になっちゃうけど、私が頑張って通いますから。よかったら、お付き合いしてもらえませんか？俺の答えは決まっていた。それから俺たちは、週末ごとに東京とこちらを行き来しながら、順調に交際を続けている。将来社長となるエリカを支えられるよう、俺は実力を認められて本社に戻るべく日々奮闘を続けている。今度は俺が自分と向き合い強くなる番なのだから。